皆さんこんにちは。今日はですね、紫スポーツが誇るスリーウェザーオリジナルですね、コストパフォーマンスに優れなおかつ性能がいい、プロサーファーもプロデュースに携わっているこのスリーウェザーブランドの新しいモデル、モデル名は新井さん何でしたっけ？そうですモデル名ですね、スワミーズ。スワミーズ、カリフォルニアの流れが、はい、そうですね、このボードには詰まってるということで、はい、スワミーズという本当のいい波ポイントの名前がついているモデルなんですが、スリーウェザーの中でこのシリーズは何シリーズですか？こちらですね、スワミズっていう、まあ、モデル名なんですけど、これ全部ですね、まあ、ショートボードから、まあ、ミッドボード、ロングボードなんですけど、これ全部ですね、フルカーボンでですね、フルカーボン、はい、ラミネートしております。すごい。ってことはどういう用途があるんですか、素材的に？素材的にはですね、まずまあ、持ってもらうと、まあ、非常に軽い。軽いですよね、はい、このボードびっくりしたんですけど、まあ、驚きの軽さ。そうですね、イーペスフォームにカーボンを敷いて、その上に、まあ、裏サイバーを置いて、でさらにそこでバキュームかけるんで、まあ、余分な樹脂をかなり削いでるんで、まあ、軽いで硬いですね。なるほど、軽量な樹脂と軽量なクロスだからこんな軽くできるんですね。それはカーボンの強度を使っているからということで、この素材が生まれるというスリーウェザーの全く新しいラインナップです。皆さん、これはですね、本当に限定モデルなんですよ。これおすすめです。まずこの短いフィッシュ、これかっこいいですよね、はい、ちょっと教えてください、はい、こちらですね、まあ、スリーウェザーの中でも、ショートモードの部分に入るんですけども、これが、2サイズ展開ですね、はい、はい、こちらが56、56 で33リッターありますね。この56の EPS カーボン、そしてクワッドフィン、フィン付きなんですよね、なんとこちら、はい、ピンですね。で、フィンもですね、FCS2 のプラグが付いてきて、で、まあ、ついてくるフィンは2タブのフィンなんですけども、もちろんSS2 のフィンがですね、使えますんで、もうちょっといいフィン使いたいよって方は FCS2 を、ね、そうですね、はい、戦闘能力を高めたい方は FCS2 のフィンを、そしてもうこれはもともとついてるオリジナルのフィンがあるので、これでももうすぐ海で遊べるという、はい、このボードすごい V が入ってるんですね、はい、かっこいいですね。なんかイメージは某メーカーの某マチャドさんの某シーサイドにすごく似た感じで、めっちゃ乗りやすそうですね、はい、おー、ちょっと全体の板のアウトライン見せてください、アレさん。これかっこいいですね。自分でしたこの56が欲しいです。お値段がこちらで89,900円、価格もめっちゃ抑えてありますね、はいはい、コストパフォーマンスがすごい、さすがスリーウェザースワミーズシリーズ、カーボンのクワッドフィッシュ、はい、そうですね、56と58、はい、そうです、2サイズ展開ですね。これめっちゃ動きそうですね。テイクオフすごい速いんじゃないですか。テイクオフかなりこの、まあ、ノーカーですね、30センチの幅をですね、かなり持ってるんで、テイクオフもめちゃくちゃ速いです。ですよね、それで8万円台で出しちゃったんですね、はい、もうこれ買っちゃいますね。普通のショートボーダーのコナミをセカンドボード、戦闘能力アップです。これで波取りまくりじゃないですか。そうですね、すごい板ですね、かっこいいです。さあ、そしてこのシリーズのミッドレングスがあるんですよね。このボードもまたすごいんですけど、そちらに後ろにあるボードがこれですよね。これサイズが、これは72のワンサイズ、72のワンサイズ展開で、ちょっと驚きなんですけど、リーシューカップ、はい、そうですね、なんでノーズとテールについているのか、はい、ここですね、新井さん、この理由はですね、皆さん、こういうことなんです。フィンが3つと大きいフィンが1つつくというノーズツーノーズツインキック、そうですね、はい、何ですかこの板、
この板はですね、まあ、ノーズ側の方はですね、ラウンド側の方はですね、トライビーあの3つプラグ付いてるんで、まあ、ショートボードのような感じで乗れちゃいます。でこちらの、まあピンテール側の方ですね、こちらはシングルフィンになってるんで、まあ、ちょっと大きいターンですね、押したい方にはこちらを使っていただくという、本当に1本でですね、2度、まあ、2つ美味しい。すごいですね、この板。セブンツーのミッドレングスのミニロングかと思いきやビッグショートとしても使える。そうですね、ノーズがとんがった方も使えて丸い方も使えるという、はい、今までにないですね、業界もびっくり、はい、すごいのを作りましたね、スリーウェザー、さすがです。そして性能も抜群という、はい、スリーウェザーのスワミーズカーボンシリーズ、はい、このボードまた軽いんですよね。これも軽いです、はい、軽量です、そして丈夫です。でフィンプラグはこちらは FCS2、 これも FCS2、 はい、そうですね、こちらのトライの方は FCS2 ですね。そしてセンターのボックスシングルフィン、フィンをつけるイメージがこんな感じです。すごいです。こちらがセブンツーで54リッター、お値段が99,800円、スリーレザースワミーズのミッドレングスです。さあそしてさらにこのスワミーズの、さらにですね、新商品ロングボード、解説してください。はい、ライン2です。すごいですね。ライン2のスワミーズもあるっていうこと。そうですね。これもやっぱり今流行りのフルカーボンの軽くて丈夫なロングボードとして出てるわけですね。はい、フルカーボンで軽量なんで、ロングだとさらにそれが生きていきます、ね。かなり持った感じが軽く、なりますんで。ですよね。こちらがライン2で71リッター。ありますね、フルートもバッチリノーズライディングを決められるようにノーズも張ったノーズコンケーブで、はい、定番のスカッシュテール、これも間違いない形してます ね、 そ, うですね。そしてこちらが108,000円から出ています、はい、こちらもリーズナブル、カーボンでこの軽量モデルで108,000円です。皆さんロングボードをこれからやりたいなとか軽いロング探してますっていう人には最高ですね。はい、もう待ちですね。ですよね、これはすごい。この3モデルが今年のこのスワミーズ、はい、スリーウェザースワミーズの売りですね。そうですね、こちら販売数も少ないんですか、ね、販売数かなり少ないですね。もう本当に日本で紫スポさん5店舗ぐらいで、数量限定です、ね、なるほど。こちらちょっと早めにチェックしてほしいですね、皆さん、はい、この戦闘能力の高いクワッドフィッシュ、そしてミッドレングス、ロングボードとこの3モデルがあればまず全ての海を楽しめるんじゃないかという提案でした。はい、アイさんありがとうございます。自分のおすすめはズバリこの5-6のスワミーズフィッシュでも、このどっちの方もノーズになるという、このスワミーズミッドレングスもちょっと魅力的です。そしてコナミにはロングボードも楽しめます。アイさんありがとうございます。皆さんぜひですね見に来てください。あとですね、ごめんなさい、あれさ、パシフィックビーチちょっとフルラインナップしてますね、はい、そうですね、こちらから、パシフィックビーチで横浜店さん ほぼ全カラーですね、ハッピーターンの進化版ですね、スリーウェザーの。そうですね、はい、でこちらがミニロングになってます、皆さん。そうですね、こちらが、エポキシの軽いミニロングですね、はい、長さを教えてもらえますか。こちらが66で、66で、こちらが72で、72、まあ、ツーサイズ展開ですね。なるほど、これもずっと定番で売れてますよね。はい、そうですね、評判もいいです。まあハッピーターンすごく楽しんだ方もいらっしゃると思いますけれども、あのボードよりかなり軽くなって進化しています。はい、ということでよろしかったですか。はい、これフィン設定はどうなってますか。フィンはですね、66に関しては4プラス1ですね。
はいはい、短い方がクワットでもトライでもシングルでも使える。そうですね、はい、そしてセブンツーの方が2プラス1、じゃあシングルフィンかトライフィンが、はい、そうですね。なるほど。66がちょっと戦闘能力の高いミニロング、セブンツーは定番のミニロングということでよろしいですか。はい、そうですね。素材は全部 EPS ですね。全部、はい、EPS ですね。白いボードも青いボードも全部エポキシ素材と、はい、いうことですよ、ね。全部色巻きになってますね。なるほど。おしゃれだな。これでお値段の方はおいくらになってますか。基本は84,900円なんですけども、一部まあカラーによっては少しお安くなっているモデルもあります。なるほど。84,900円なんですね。はい、いろんな色があります。皆さんこれはぜひ見に来てほしいですね。そしてこの短い方66が79,900円。これもいっぱいありますね。このミッドレングスいっぱいあってどれ買うか迷っちゃいますね。そうですね、はい、まあ、色で選ぶのが楽しいかなと思います。ですよね。最近こういうダメージ加工みたいなの流行ってるんですか。そうですね、最近は結構、まあ、流行って、まあ、全世界的に流行ってておりますので、まあ、これなんかは、赤とレッド と、 ちょっと水色のちょっと2色の、ダメージ加工をします。おしゃれですね。皆さんこの色合いはちょっとお店で見てもらいたいですね。かっこいい色いっぱいあります、はい、ぜひこの夏に向けてミッドレングスチェックしてください。いわゆるファンボードですね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。でもこのフィッシュがおすすめです。そしてこのトライでもシングルでも乗れるボードもおすすめです。ありがとうございます。スリーウェザーです。